12角女子とよりからで、角女子と角女子の友、いろいろな場合に用いられるというので、その例が挙げられますが、実際口語として現代語の上で使うとしたら、それほど種類は多くなさそうです。文語などなど古い用法があったかも、実際用いられてでもいるように考えられて、列挙されるために、説明が多半になって、混雑をきたすような始末なのです。さてその諸用法の間に自然に疫学的な関係が認められるのは前述の助詞の場合だと同様だと思われます。そうしてこの場合にも叙述の事態における事物の間の関係、事柄のありようの雰囲気を示す語法的手段の助詞として、これもやはり表現の場の性格を担っているのですから、もちろん単独に取り出してその意義なり用法なりを限定するわけにいきませんし、その含蓄する意味につれて用法も自然に決まってくるのですから、職能だけ続き方だけを考えるというのではどうしても物足りないところがあると思います。比較的に問題のなさそうに見えるこの助詞の場合でも、やはり助詞の性格を決めるためには構文の形作りの模様を合わせて考える必要があるのです。少なくとも用言に関連させて検討することが各助詞の場合にもしばしば必要だということをいつも念頭に置きたいものです。そこで都の各助詞としての用法ですが、それの典型的な例として、まず1、相手のいる動作や正常の表現のする用言に伴ってその相手を示すための役をします。A、相手のいる動作には共同して初めて可能なものと反立して成り立つものとがあります。会う、適合、遭遇、付き合う、交際、釣り合う、釣り合い、混じる、混ぜる、婚、一緒になる、結婚するなどはまず共同してことをする場合と考えられます。で、それぞれの場合に相手の人またはものを示す体言に助詞等を添えて動作の共にするところを言い表しますが、この際同様な事態を他の各助詞で表すことができる場合もあります。すなわち2を用いて、あの人に途中で出会ったよなどということができます。ただそこに他を使う場合とニュアンスの相違があることは理由を要するところで、それがやがてこの助詞の他の用法へ発展する契機となるゆえんなのだと思います。2を用いた場合だと、2を添えた人なり事柄なりを標準にしてそれへ持って行って添えるという趣があって、こちらは添え物の位置に置かれます。赤に木を少し混ぜるなどのように、それに対して等を用いますと、こちらとそちらとか同じ資格、対等の地位でことを行うという状況が示されます。そこで同じ結婚をするにしても、片付くといえば、先方、主に家を主にして、どこそこにと2を使いますが、結婚すると場合には、あんな人と結婚するの嫌というふうに対等の地位を保っているわけです。誰それと心中すると言いますが、一方どなたかに心中立てするというふうになっています。 B、 次に相手ではありますが、ことを共にする相棒ではなくて互いに張り合う敵手を指し示して構想の関係を描き出す場合があります。もっともその動作は双方が相共にサインをして初めて成り立つという意味で共同動作と言えないこともありません。手強い敵と戦うの例で、戦いを敵と共にするのだと解釈する類で、戦うは語源的には叩き合うで、相互に叩くという動作をするのが一種の共同作業だというわけになります。とにかく争う、競う、喧嘩するなどは相交して動作する場合で、敵となるものに等をつけて言い表す次第です。名人位決定戦で木村名人と勝敗を争う、この用法では共同と反立とのいずれも相手を必要とし、それとともに一応対立させられてそれから一括されるという文豪の関係にある次第です。言葉を変えて言えば、一対を構成するということが特徴になっています。一対は2つの単位が一段の線維となって、相まって成り立つのですから、一方で言えば合一ですが、他の一面を見れば分立とも見られます。つまり文豪を兼ねて成り立つところの一つの特性的なゲシュタルトなのです。4と6とを加えて10になるというとき、10という数となってしまうと、何と何との和なのか分かりません。ただの寄せ集めです。左と右を合わせて靴が一足というとき、それはまさしく一対なので、その繊維たるこのカクカクの一方はそれぞれ同等の資格で、しかもその特徴を保持しながら参与して愛より愛助けて善逸の働きをします。孤立しては役に立ちません。鳥の双翼、車の車輪というような関係が一対構成におけるただの寄せ集めでないところの体制化の特色を よく見せています。 C、 この一対のそれぞれの間に入れ替えということが行われる場合も生じます。
変える取り替える変わるなどの交換が成り立つのは一対と提出された2つのものの一方と他方との間においてです。その双方が同等の資格で提出される場合には助詞とが仲介しますが、一方主として考えてそれに帰属するという心持ちをほのめかすのには助詞2が適用されること、前述の場合と同様です。もちろん双方を言い表す代わりに一方は暗黙のうちに了解させておいて他の一方だけ口に出してまたは文面に挙げてということも普通にあることです。ほころびとこう取り替える独り者、このおかしみはちょっと釣り合いのない両者の一対構成にあります。小清水の砂と砂を取り替えるんだよ、この表現は曖昧です。砂利を砂に取り替えるというような意味にも取れます。しかし地理と前後の文脈とからも分かりますし、常識から当然とされるように砂利と砂と新しいのと変えることを語ったものです。で、この場合のとは交換の相手を示すものではなかったのですが、それがこの表現を曖昧にするゆえになったのです。なおまた自転車と特快子じゃどこへも追っつかねえよ、のように動詞でなく同義の他の語詞、形容動詞などにも伴って用いられるわけです。この場合次の語の体現であることを自覚して用いれば何々との交換のように言うでしょう。で、この交換の相手を示すという用法からさらに天下の帰着するところを示すという用法を生じることは容易に考えられることと思います。何々となる、かすのような言い方でとが用いられたことがあるのはそういう線に沿って理解されましょう。生き女がだんだん冷やかたれば氷砂糖となるさ、傘変わって猫となり。だが現代語ではこういう場合格助詞として2の方を使うのが普通です。こうがオツになる、こうオツにするというふうに言いますが、この際とを2に変えて使うと語感にしっくりしないことが分かりましょう。そうして2が変遷の帰着するところを示すという用法を特色とするからにはその方がその場合うまくはまることもうなずけましょう。E、さらに一対構成は比較作用に際して必然要求されます。そうして合致相違を言い表す動詞の合う違うや形容詞形容動詞の同じ同様だ近い別だなどに伴って等が用いられますが、それが交換と関係のあることは相違の意味に言う違うの自動に対して多動の意味関係を持つ違えるがまさしく変えると同義に用いられるのに徹してある明らかです。おっと等は向きを違えて昼寝する。なお特定の物事に対して移動を言い立てるために助詞派を連ねて前例のようにとは転じてターになるとするのはよく見受けることです。道理で人並みとはちょっと違うさ、人と人との間で親しい仲が良いなどの関係を言う場合にも一対構成が必要で、したがってとが用いられるわけです。ひじさんや嫁さんと仲が悪いそうです。おじさんや嫁さんと仲が悪いそうです。ここではおじさん並びに嫁さんを一括してそれを相手とし、それのとの関係を述べている次第です。に共同して動作するときの相手を示す、つまり何々と一緒に共にという意味で使う場合で、その際の要件は常にそういう相手の提示を要求するわけではありません。その点が前の場合と違うのです。松下氏でいわゆる臨時に予動性を帯びるという場合がこれです。この場合に合一の意味を表す一緒にとか二人でとかいう語詞を伴えば一対構成が明白で前形の場合に編入することもできます。そういう例がこの2を1と連絡する橋渡しの役を務めます。どうだ番号、俺と一緒に歩かねえか、工藤さんと二人で保護下藁を平べったくしてその上にウサギを入れてありました。一緒に同じ意味の共には交互的ではありません。をつけないでその意味を含ませてとを使うのがここに言う場合の典型的なものです。ああ邪魔な坊詰めだ、おっかと入ればいいのに、あなたと二人で横浜なんかへ、つるとなんだか僕以外の人間と言ったことがあるようじゃありませんか。いいえ誰ともないのよ、誰ともないことをあなたと初めてするってことが。以上の例はいずれも共同動作をするものをこの助詞で示しています。動作するものが一致して同じ作業をするのです。したがって1の例と違ってその作業が相手を要するものというのではありません。次の例と比較するとよくわかります。僕はうちの物干しでトシちゃんとタコの喧嘩をしました。
喧嘩はまさしく相手があります。一人ではできません。さて、こういうふうに同格のものを一緒にして一段と見るという用法から、二つ以上の物事を列挙するのに使うようになるのは、と自然のことでしょう。この場合には自然動作者だけでなくて、一般に物事を一つにまとめて並べるというふうになります。すなわち3、物事を列挙してそれが一段となることを示すのに、とが重ねて用いられます。そういう用法は2の場合にも見られましたが、との方が一層形式的なもの、加算符号的なものになっています。その例を3番の作品から引用すると、次のようなものがあります。おめえと俺と根の字と、豊池さんと、黒文字さんと、こう5人連れて行くはずだ。こうして列挙する場合に最後の等を省くことが多くて、省かないのがむしろ例外的になっている模様について、山田正樹氏の統計があります。江戸言葉の研究151、今では最後の等を省くのが当たり前で、特にそう教えられない限り、最後にそれをつけていることは、口頭語では全くないと思います。もちろん意味が曖昧にならないように、特に気をつけて使用するがいいというのは、批判的な立場から当然ですが、事実を言うなら、最後の等をつけるとわざとらしくさえ聞こえます。前例でもいちいち数え上げた上で、こう5人と続けているので、最後の等もついてきたようなわけでしょう。朝の9時半ごろ、父ちゃんと母ちゃんと私と、みの坊とみつ坊と5人で火鉢の周りに集まって、この場合も同様です。そばに見ていた人たちは女ばかりなので、手伝ってやる人がなかったが、まもなく和田さんのうちのおじさんと、八百屋のおじさんと、お湯屋のおじさんが来ました。おばさんはおじさんに追い出されて、貯金の通帳と着物をもらってどっか行ったのです。おばさんは変な震え声を立てながら、中指を曲げて、親指と中指で丸を作って、人差し指と薬指をと小指を伸ばして自分の目の前へ突き出しました。小さな箱の中に白と黒のウサギが入っていました。この最後の例のような場合には白と黒とのという方がはっきりすることは言うまでもありません。それでも実際の口言葉ではなかなかそう言わないのです。互いに比較して移動を言うのや天下の帰着するところを示すのに使うことは前に述べましたが、4、認定資格付与の要件に伴ってその資格を指すのがおのずから関連していると思います。何々とすればもともと天下の帰着するところを示すものですが、転じてそういう資格を与え、そう認めるという場合に使われます。何々としてはもっぱらそういう意味で用いられるものになっています。そういうふうに都が用いられるのは、思い出すのような意味合いの動詞などを伴う時のありふれた言い方です、使い方です。また口真似をしおるか、めくらと侮って、こちらの法廷の絵の上にあるは、しと見えますが、誰がいたしたのでござります。こういう例では体現に連なってそれとして認める、見る、見なす、見える、思う、思われるというふうに言い表すわけです。この用法は文語では一層広く行われています。次の例、いずれも与謝野晶子の作。この国に少女と生まれ恋人と育ち心はやや華奢にすぐ。鳥と見よ、魚とも見よと大どかに、人の思える朝の浴室。けれども体現ばかりではありません。次の例、お言葉をよしと聞くのみ人に似ぬ寂しき色の花心かな。5、引用の語句を示す。一般的な用法も何々という形式から導かれたものとすると前後と関係するわけでしょう。これをいちいち例を挙げるまでもありませんが、数例を拾いますと、雨だめと言ったと聞いて父をくれず、おしまいと断って子は箸を置き、初月を太いやつだと猫を追う、寝ざなる前と苦にする熱いこと。この都の代わりに口頭語ではしばしば手が現れますと言ってから出たものと思われますが、その用法に特殊な方式が出てできてきました。というが中になるのは地方語にありますが、東京語ではその代わりに手になったわけで来たわけです。しかし全く都の代わりに用いられてっていうのように続けるととも口頭語では普通になっています。そんな英語ってないって、あたいがぶったんだよ。あんたあんな小ウサギ一匹20銭だってよと言うと、いやんねえがめってちゅるだろう。転じて次のようにというものはに変えて用いることが今の口頭語では普通になっています。すなわち一転してってものはとなり、さらに省略されてこうなったものと思われます。
これで一つの大元などについては、歯のような帝大の助手の役割を果たすものになったとも見られます。本当に酒飲みってのんきなとこあるよ。なお一つ、6、動作の動詞の未来形を受け、さらにする思うなどに連なって決心を表すという用法を挙げるべきでしょう。一生懸命で家へ帰ろうとしてどうしても帰れなくて、押し入れの方へ行って布団を出そうとしたら、私が夕べ寝ようとするとき、一羽ねじってしまおうと思ってよ。これはちょうど文語の何々せんとすという言い方に当たるもので、一転してせんず、そう、せうず、せずとなって中部地方に残っています。格助詞との用法は大体以上のようなものです。格助詞より、現代語ではよりが格助詞としてもっぱら比較のために用いられることはよく知られているところです。正常を言い表す語を使って比較的の優劣を述べることができるということについては、前に説いたところがありますが、その比較作用の関与する標準対象という関与する標準対象を言う語につけてこの格助詞を用いるわけです。まず1、比較の標準にされる人物物件を示す。阿波より栗よりうまい形容詞に伴われる例。糸より細い女の詩、歌よりどうか憎らしい。鉄より頑丈だ形容動詞に伴われる例。ただ公平に見てお兄様の方がお姉様よりもおかわいそうに見えてしょうがないの。兵を引ったより気の毒はおならなり。最後の例の気の毒は形容動詞気の毒な、気の毒だの語尾を取ったものと見るべきです。またその例のように、用言や活用連合、体言の資格に立てて連なることがあるわけです。乗り物はお粗末だが歩くより楽だろう。動詞を述語とする場合にも、比較が言い表される場合には同様に用いられます。あなたより私の方がびっくりしました。当人より見てる方が気が揉める。2、体言を修飾して以上、以前、以外などの意味を表す。つまり空間上の定義における前後上下左右や、内外や時間上の定義における前後や、程度における上下や、物事における一定の範囲などについて境界を立てて、その一方と他の一方とが正常などをことにする場合に、その境界を起点として一方の範囲を包括的に言うのに使うわけですが、比較の意味を含んでいるほか、特定の体言に結びついて用いられるという用法に特色があります。7階より上には品物はありません。それは一昨日より前の話です。あの川より西へはまだ行ったことがない。それより他に願いはねえ。これらの体言は、当然南北のような語は別として、その他はおおむね前に述べた旧着語、形式名詞として用いられる語類のもので、この場合にもまさしく旧着語的に普通の体言としてよりもむしろ使われていることには留意すべきでしょう。同じ意味で7回以上、一昨日以前、名古屋以西、子供以外のような用語が行われることも思い合わせるべきです。1の比較の場合に、よりはよりかよりものように他の助詞を添えて用いることもあります。よりははよりゃと転じます。高等語で、よりかはよかとなって東京方言に現れることがあります。論語読みの論語知らずよりか、論語読まずの論語知らずの方がよっぽど得よ。日がさっきよりも少し消えた。よりほかとある場合には、下に叙述の用言の打ち消しが来る語勢になっているので、何々だけを肯定することになります。勉強よりほかに成功の道はない。神様よりほか知らない。このより他の意味をよりだけで表すことがあると説いた語法書もありますが、一般にそういうのは方言的な言い方で、東京語ではこういう場合にしかの方も使います。しか他などの用法については係助詞として後に述べます。格助詞としてのからは、出自すなわち出どころ、事柄の起こる点、時間的にも空間的にもまた因果的にもを示すのに使います。そのうちで松下氏の注意したように、動詞のうちに出発性の動作を表すものがあって、それと相まって出発点を示すのにこれが用いられるのは一つの用法です。なお、これに準じて臨時に出発性を帯びる動詞の場合もありましょう。1、由来出生を示す、すなわちどこそこから出る、来る、もらう、借りるなどのように言う場合で、いずれもその事物の出所を示すわけです。その動詞がおのずから出所に関係を持つようなものなのです。父ちゃんは、と元気のない声で言いながら、廊下の方から入ってきました。どっからか出して女房帯を買い、お賽銭、苗木胸からほじり出し、若殿は馬の骨からご誕生、
村中に江戸から呼んでぬくまれる。ここの呼んでは呼び寄せての意味で、何々からお要求すると返していい、良いでしょう、返していいのでしょう。これらの例で見て分かります通り、現在の地位状態とその出どころの間には格別時間空間的あるいは事象的なつながりがありません。これと違って動作が継続し進行するところを示すところの動詞前に形動と略称したような語詞に伴うときに、その動作の始まる点を示すことになります。2、継続する動作事象の起点、発端を示す、発端を示す。これは空間的な起点もあります。こちらからあちらへ橋を渡っていく。そっちの方から順々に取ってもらいましょう。つむりからまくるあさねは女なり。しかし時間的な資源、始発の点を示すことがむしろ多いわけで、また出発する状態を示すことも普通に見られる例です。いっそのこと、今から立とう、出発しようじゃねえか。あの自分から変わってきました。式は何時からですか。もちろん時刻というのではなくて事柄についていう場合も同様です。法事から初めて泊まる里の母、高尾からはっきり分かる江戸の張り。時間とも空間とも片付けられない場合が出てきます。両方を合わせて備えている事象です。引っ越しの後から娘、猫を抱き、言い負けた方からぶってかかるなり、動作が済んでその完了の時をはじめとしてことが続いていることを示すのに、何々しての形に殻を接続させるのは、この助詞に見られる特殊な用法です。ただし特別の意味でしてまでとはいうことがある。以後の意味になります。月報して、殻付きや、2杯食い、2、3丁出てから夫婦連れになり、母ちゃんが戸をガラッと開けて出てしまってからも、まだ頭を下げて何度もお礼を言っていました。織江さんのおばさんが追い出されてからおじさんは半月ばかり独り身でいたのです。口語法には始まるからしまうまでに立ち続けた、読ませるから書かせるまでに世話をしたのような例が出ています。こういうふうに動詞の基本形に殻を続けることは、殻何々までのように対して言う場合に江戸時代には用いられたようです。またまでと対になっていないでも、やっと言うから金の車掌を睨んで、産湯から水道の水を浴びた男だ、などの初めの方の殻のように用いた例があります。しかし現代語では別の意味に返される恐れがあったりして、次第に使われなくなりました。このような用法に関連するところがあるわけですが、一転して3、一転機を隠して、その前後の事態を対比するというも言うべき用法ができています。これはそれほど一般的ではなくて、特にして耳にするぐらいのものなので、特に最初の例などは方言的な匂いがつきまとっていると感じがあります。卒業はできたにしてからが就職口があるまい。僕が行くからにはただにお金あい。一旦言い出したからには後の絵は引かないぞ。これらはできたにしてもできたところがとか、行く以上言い出した以上とかいう方が普通の素直な言い方でしょう。なお見るから強そうなのようなのは全く特別な使い方ですから、見るからのような制服として取り扱うべきものです。なおまた曲がり角から5軒目、あの川からこちら側、肩から上、腰から下のように体言を修飾する語句の成分ともなります。この用法はよりの以上以前などの意味での使い方と似ていますが、違うところもあります。4、事件の書因、行為の動機、推論の根拠を示す。これは前の2から出てきたわけですが、時間的な前後よりも成立根拠を求めるもので、いずれも抽象的な事柄に関します。単にその人を思うというだけのことから言っても、生まれた日においてする方が、沈んだ心持ちの伴う死んだ日にするよりは、心よい朗らかな生き生きした気分が伴う。天使が大きさを持っているか否かは未だに明らかにされていないが、大きさを持っているにしても、このものは核の半径の10分の1程度より大きな半径は用いないと考えられている。そして一つの原子の中の原子核は1個であり、その周りに多くても100に足りない電子が含まれている。この点から原子は甚だしく隙間の多い構造のものであることがわかる。この殻を使うべきところに口語文などでよりをあてがうのは、過渡期的な語法上の混乱で生産を要しますが、対話などの中でそれを混用する人はないでしょう。ところが江戸後期には混用されたこともあるかと思われます。山田正樹氏によると、浮世床に1箇所だけよりを殻の意味に用いた例、
乳下より両足まで全身泥にまみれてというのがありますが、他は一般に空になっているとのことです。膝栗毛にもよりを使った例が稀にあります。ヤジの言葉ですが、次の一例です。飛んだことを言う、戸の隙間より漏れる火だものを。元禄旧約のイソホッポ物語によると、もう少し例が増えます。叱るところにイソポ畑より帰りくれば、かの柿を預かった者どもを思うようは。これより毎年実の宝の子を送ろうず、今日より鳥類の一門を発するぞ。なお次の例があります。人より追従せられることを誠と信ずるならば、諸人より預けられることは、これは受け身の場合で普通人にされるとあるところです。これらに対して母の体内から、それからそれを受け取ってから、どこから出たぞ、その里からエジプトからの宝の車、リセロ帝王からかせ借りられた高いところから突き落といて、その国から人数を引きし、飛びから受けた恥辱、言い終わってからなどの例がありますし、受け身の場合に対しても我が代わりには先に増高を送り合った犬から寵愛せられさせられのように使った箇所があります。で、すでに殻の方が優勢になっていたことが分かります。受け身の場合に先生から叱られたのように言う言い方は九州などの地方に残っているところがありますが、前景の例を見ると元禄の当時にもその言い方が行われていたわけです。格助施設しての手で、普通には格助師の位置として取り扱われる手については多少考えるべき点があります。もちろん格助師として資格づけられるべきものがあることは多くの人たちの認める通りです。従来はそういうふうに考えられ、取り扱われてきた場合が多いのです。口語法では第一類の助手として大言妙言または他の助手につくものの中の一つに差し定める意味の「で」を挙げて、第三類 の助手たる「で」と分けていますが、これは接続の模様に着目して区別したものです。今口語法の諸説を引用してみましょう。まず第三類の「で」、格助手と見られるについては4通りの場合を区別しています。1、動作の行われる場所を示すもの、うちで仕事をする、こちらで初めて聞きました、切符を3箇所で買っている、動作をする時の道具手段などを示すもの、筆で書く、これでこしらえる、指2本で持つ、木ばかりで作る。3、動作の行われる理由を示すもの、おかげで都合よく回りました、これで難儀しました、試験で忙しかった、なんやかやで取り込んでいた。視点の意味を表す4、視点の意味を表すもの、第一類の「で」と同じものであるが、ここでは上のことを指定して下へ言い続けるだけの用をする。あれは桜で、これは桃だ、売ったのは君で買ったのは僕だ、牛が1匹で馬が2匹だ。これに対して第一類の「で」については次のように述べてあります。差し定める意味を表すもので、あるないに伴って用いられる。また第三類の助動詞のほか、用言の第五活用形につけられる。これは熊の皮である、誰であったか全く覚えない、兄は10であるが弟は7つではない、よく雨が降るではないか。さて以上の1、2、3と 4とは比べてみると、その用法に違うところがあります。4のようなものについては、これを説明存在詞あるおよびこれに準ぜられるものに対して陳述の実意を示すものである場合と解して、山田隆夫氏の日本口語法講義でも格助詞の中で説いております。説明の材木が一致しないでも、この「で」をまず格助詞と見て、その一つの特殊の用法として4の場合を取り入れるのは普通に行われていた見方でしょう。これに対して別の立場から解明を試みたのが松下大三郎氏の定説で、
そこにはよほど奇抜だと思われるような解き方もありますが、注意すべきものを含んでいます。すなわち、デオ死の言う道成寺の一つの場合と見るところから出発します。死によると、二と都の二つ、並びに二の天活用のな、だ、ですの三つは断定の助動詞で、その二に手という正助詞がついた二手が薬言で、でとなるというのです。この出に単純な用法と特殊な用法とがあって、前の場合ではにして出会っての意味が現れているが、後の場合にはちょっと断定の意味がないようにも見える。実は皆断定ということで、その単純な用法というものは交互法の例で言えば4にあたるもの、特殊な用法というのはまず 1,2,3 などの場合に相当するもののようです。材木は別として、出を道成寺と考える点、すなわち一般に通じる用語では助動詞ですが、そういう活用語として断定の役割を持つものと解した点に注目を要するものがあります。ところで、前に挙げて 1,2,3 の場合のと4の場合との差別を十分認識して、その特色を指摘しながら、一応両方を共に助手としているのが新聞点別記の立場です。すなわち、こう連用修飾につくものは、意味から言うと場所、手段、原因、理由などを表すとあって、前に挙げた例の 1,2,3 にあたります。オツ、指定の意味のものは体現について述語をなすことがあります。ただし、文を終始することなく対等の関係で下の語に続くときに用いられ、意味から言うと指定の助動詞のようになりますというのです。ここでは指定の助動詞の活用形として取り扱っていません。さて、このオツの方に2種の用法があって、一つは体現について他に連続する対立説の述語になる場合、例えば4月8日はお釈迦様の誕生日で、2月15日は5年半の日だ、斎藤は宮長で井上は副宮長だのように使うときと、体現について他の要言または要言に準ずべき語に対等の関係で続くときに用いられる場合、すなわち、あれは私のおいで市役所に勤めています、金持ちで美術家である彼は、のように使うときがあるとします。なお、次のような普遍があります。次の口語での出は、あるという意味の補助動詞および補助形容詞内容をつけて、である、でないというような連語を作り、それで指定の意味を表します。それは荻の花でございます。それは萩の花でございます。私は太郎ではありません。これは国産品でない。さて、甲の方は格助詞と見るのが適当でしょう。松下氏の語源的な解釈がそれとして成り立つとしても、現実の問題としては無理のように思われます。で、数例を挙げますと、1、事柄の演じられる舞台、場所、事態を示す。隅っこでちょっこりできる母の文。釜底で米を研いでる独り者。金のあるところを抜き身の下で言い。からかった上で貢ぐ身貸してやり。なお、場所と並んで時を示すとも言われますが、時を示す例としては、後でという場合のほかは、ちょっと見出せないような始末ですから、特に取り上げるのは不適当でしょう。起源という場合とは、おのずからは違います。からかった上での例は、事態を指すものです。これに準じて、方面や向きや何々筋というような行動団体を指していることは、現代語でありふれたものになっています。行動の主となるもの、いわば人々の視覚に現れないような構文も出来上がります。ソ連では大森林地帯や大運河を作って気候まで変えようという自然改造計画までやっているが、日本では公約配りさえ満足にやっていない。一方、食糧なんでも、米麦の産地値段がゼロ項を割っている事実を重視、皮脂薬アンタブスの市販申請は厚生省でだいぶ難色があるらしい。名古屋地方は27日朝からのカンカン照りに最高気温 37.8 度、平年より 5.4 度も高かった。名古屋地方気象台では、まだここ1週間ぐらいはこの暑さが続きますと言っている。2、
事の営まれる手段や物のできる材料を示す。いい筆でメメズを書いて叱られる。ご心臓さんキセルでちょいと一つつき。うちわでは憎いほどには叩かれず。路地口をカカアで埋める夕涼み。3. 事の起こる因縁を示す。通り抜け、無用で通り抜けが知れ。感動を呼ぶで弔い三日延び。大神が来たで今さか引き込ませ。大脈が来たで今さか引き込ませ。なお他に限度期限を示す場合があると思います。それでいいとか、10円で結構ですとか、それだけで足りる十分だとか、みんなで10枚とか、30日で一区切りとかいう場合の用法です。もう 4,5 日で出来上がるなど、時を示すと見るのは当たらないわけで、期限の意味で使われているのです。これとそれとあれで一組になっていますなど、物について言う場合と、次のような例を比べると、関わりのあることがわかるでしょう。兄弟で一緒に出かけた、夫婦で稼いで暮らす、3人だけで旅行しよう。それから前に挙げた3の要件に続ける用法は現代語には行われず、その代わりでにのをつけたので使われるだけで使われるわけです。方言にはこの例のような使い方をするものがあります。これは後に接続助詞を解くときに時を及ぼうと思います。さて次に橋本氏の言う指定の意味のものですが、これは例を見てもわかるように体言について述語をなすとことがあると言われるもので、各助詞としては持っており、一般に助詞としてもあまり例のない用法を持っています。もっとも終助詞と名付けられているものの中には、そうした用法を示すものも見られます。終助詞さなど。しかしこの では文句が終結しないでなお続くのです。ところが次の用言に対しては、各助詞のような関係でなく、対等の述語という資格で、多くが他の語詞を隔てて接続しているのです。ですから指定の助動詞のようにと、橋本氏の言葉にもある通りで、山田文法の力説する陳述の力というのを持ち出してくると、形こそ小さいが、まさしくその力を帯びているところの動詞なのです。貧しい人たちが着眼したのもその辺にあるわけでしょう。同助詞としてこれを拾い上げたのは、さすがと言えます。断定の、で、その接続的機能。前に述べたように、橋本氏のいわゆる指定の意味ので、指定の助動詞のように用いられるでは、まさしく松下氏の単純な用法における同助詞でなのです。これが他の各助詞と同日に論じられるようなものではないことは、西以外にも時折注意した人があったわけです。まず、持続の点から分類を試みた橋本氏の所見に徹すると、各助詞としてまとめられるのは、用言に続くもので、体言だけにつくものということになりますが、これはその役割の点から見ると、述語たる用言に対して、それぞれの体言がどういう地位に立ち、資格を持つかを示すところに特質を備えているからと認められます。ところが指定の意味の出について見ると、そうではありません。あれは桜で、これは桃だという例をとってみても、出が用言に続くとは言えません。これは熊の皮であるの例を見ると、一応あるという用言に続いて、熊の皮の資格を示すと見られそうですが、この出あるは全く出すと同様、だに相当する語詞で、そのあるを取り出してはそれだけでは無意味なものです。あたかもですをでとすとに分解して、すの用言性をうんぬんするようなものに過ぎません。その上、であるはでないと違って普通に用いられる言い方ではないのです。口語という点から見ると、特別に還元的に作り出されたものというべきです。そういう形について語法を立てて、それを普通の形の場合に押し付けるのは細工が過ぎる嫌いがあります。従来の文法家がその流儀を適用して存外平気でいる場合は多かったのですが、で、そういう用法を見ると各助詞の中に入れるのが無理だということは実際わかることと思います。ところでこういう種類の助詞が各助詞以外についての話ですが、他にもあるでしょうか。一つの句がそこで切れることがあるので、その点だけを見ると句を切って次の句へ続ける接続助詞のようですが、前につくのが用言でないので大いに違いますと言って、単に持っていきどころがないのです。各助詞以外にも助詞として編入することができるような種類を見出すことができません。さて、その意味で桜でというのと桃だということが相対応している次第で、全くではだと同様なのです。ただ句をひとまず切って後で続けるためにでの形を取ったのだと見るのがごく素直な見方です。指定の意味を持っているというのがだと共通なのです。そうして体言を受ける仕方も、何々はというのに対してのその体言の地位も全くだの場合と同様です。この例については、公文の点から言えば、対立説で、それの述語として、一方では、で、他方ではだが現れている次第です。
もう一つの用法として橋本氏の挙げたのは、あれは私の甥で市役所に勤めていますのような他の要言または要言に準ずべき語に対等の関係で続くとき用いられるものですが、その意味も全く前の場合と同様で、何々老いです、何々だとあれは勤めていますの2つの構文が結びついているだけのことです。次にもう一つ目の付けどころを引き合いに出しましょう。それはこのでが接続詞を構成する場合に参与するという一時です。このことについては前に接続詞の機能を述べたところで触れていますが、ではでもが接続詞としての役目を帯びて第二の構文の最初に独立的に用いられるということ、それからそれらの接続助詞が断定の語詞だですなどに関して一つの接続詞に構成されるということ、特に口頭語ではしばしばでがではでものような接続詞が使われること、それから単にがを用いる代わりにだがですがというような類けれどもだけどですけれどもなどもある一方には断定の語詞をつけないと成り立たないもの、すなわちだからですからだのにだってだったらでしたらというような接続詞が行われていることを説きました。この場合にだやですは前の一文の内容を反復する代わりに代理しているといった形で、その全文代理的な役割については素系統の指示語と同じから相通ずるものがあることを述べました。ところで前の例のででもではにおけるでもちょうどそれらと同じ役割を務めているではありませんか。しかもそんな役割を務めるようなものが一体助詞の中に見出せるでしょうか。そこで課題の場の考察に関連して考えると、例えばでもは格助詞でと定代のもと接合してできたものではないことがよくわかります。するとでも名詞に次についたり助詞の次についたりするは断定の語だの活用形の一つたるでに助詞もがついたものとして何々であってもと同様の表現に他ならないわけです。したがってもし便宜上名詞などにつくでもを特に取り出して説明するにしても、それに多くの場合に対立するではを返却してはならないし、もしむしろこれと対比して考えるべきです。つまりこのでは断定の語のだの中止形に他ならないので、その点に留意するとでが他の要言と同様に述語の役割を務めながら文を中止するのは当然のことですし、だですと同じように接続詞を構成するのに参与して全文代理の働きを示すのも不思議ではなくなるでしょう。すでにこのでに断定の意味が十分備わっているというわけですから。斎藤は旧長で稲尾は副旧長だという文句は前半と後半とがいずれも述語をもって対立説になっていると言われます。だをであると置き換えるならでもであってとなるはずですし、前者をでございますと言い換えるなら後者もでございましてとなるわけですが、中止のところではいちいちそういう必要がなくてでだけでことが足ります。こちらが梅でそちらが桜でございますというふうに、でに苗がついた場合には断定を否定するというわけですから、他の要言の叙述についての否定と同様に取り扱うことができるはずです。でに断定の意味が十分含まれていて、ないはそれを否定する役割を務めるだけですから、動詞の否定いかないなどと接続の具合は同様には言えませんが、白くない静かでないと相似た用法と見られます。そのないはここでも存在の意味のあるの否定、反対たる無不在を意味しているのではありません。不在というのには関わりなく、事柄の一つの言い立てに対してそれが反対になっているということ、そうは言えないということを表明するのです。そこで2、3の実例を見ることにしますと、しかしあれは髪型の強化でぐっと古風な手さね、鶴屋南北とは昔の同期役者で位付けが上場吉名人であった。接続詞で使うでそれでそこでにはそういうわけだ、したがってというほどの意味が含まれていると見られます。そうした眼蓄を持って用いられるのはもともと断定の語の中止の用法に伴ってできた次第のもので、普通の格助詞ではなくそういう意味のでとして、いわば一種の特別な接続助詞として次の例は返されましょう。女房が留守で流しにわんだらけ、面中がえくぼで息子嫌と言い、これを何々なのでと引き直して理由にしてしまうことともできるわけですが、そうすると面白みがなくなります。また年齢は角違いで
もう照れのなり。不発では起きにくいよと和尚言い、のような例も断定の意味を含むところがあると思われます。なお何々でいてから口頭語の出てとなり、それが何々なであるくせにという意味で使われることがあります。それを出だけで表した例として次のものを挙げることができます。人間の姿で体はこたつなり、生若いなりでとこたつ追い出され、若い身で安武士合いの御家を立て、安武家合いの御家を立て、あどけないようで無心に抜け目なし、この出を全文から切り離して構文の頭へ持ってくると接続詞出ができること、接続助詞がけれどもなどが同じ手続きで接続詞になるのと同様です。ところがあれは初めから初め怒られた。で、科学と自由に対する意思考察と付け足した。でも、いや、では、じゃあが接続して盛んに使われることは日常の対話などを観察するとすぐ気のつくことです。